三陸鉄道36の300系機動車は、かつて三陸鉄道で使用されていた機動車である。本校では、同系の36から400系機動車についても、記す。横浜博覧会協会121の12236から400系車内1989年に開催された横浜博覧会における臨港線での列車運行に際し、 同博乱海協会所有者として、新潟鉄工所で2両編成2本が製造された。基本的に、新潟鉄工所の警戒機動車 NDC に準拠しているが、車体や内装は税を凝らした作りとなっている。明治時代の路面電車風のレトロ調デザインが特徴で、屋根を二重屋根としてその内側に冷房装置を、全消灯を全面下部に設置していた。 製造時期が改元に重なったため、昭和64年製の名盤が珍しかった。博覧会終了翌年の1990年に、岩手県が日本宝くじ協会の資金提供を受け1億8600万円で購入、全面窓の固定と300型へのトイレの設置を行い、宝くじ号として三陸鉄道に入選した。 ジャンパ線の関係で従来車との総括制御ができなかったため、単独の運用を組んで使用された。2007年1月16日、岩手県が千葉県の業者を通じてミャンマー国鉄に売却した。その際、かつて運用された横浜博覧会の会場となった横浜港からミャンマーへ送られた。現地ではモニタールーフ風の装飾と冷房等が撤去され、 現地標準色であるアイボリーと赤のツートーンカラーとなった。当初はヤンゴン近郊で36の300型と36から400系の間に小型客車を連結して使用された。現在は4両それぞれが分散して他の日本製機動車等と並結したり小型客車を牽引する等で使用されているが後輩による運用離脱と再整備を繰り返している模様である。 ありがとうございます。